大変な作業、現場でも大変な作業をみんなにお願いしましたし、その後のポストプロダクションもすごく大変だったんですけど、まあ、頑張った甲斐があるかなという映画ができたと思います。皆さんこれからご覧いただけると思いますけど、まあ、ネットなんかを通じて素直な感想をあまりわざと無理やり良かったとかって言わなくて結構ですので、素直な感想をぜひ聞かせてもらいたいと思います。本当今日は暑かった分楽しんでいってください。どうも集まってくださってありがとうございます。ありがとうございました。こんばんは、金城武史です。今日は暑い中、本当にありがとうございました。もう何も言うことないと思うんですよ。ないんですか。いや、僕も早く見たいし、はい、本当にすごく待ち遠しかったと思うんですよ。僕たちもかれこれ記者会見を3回もやってもう話すことないんだけどなと思うんだけど、撮影終わって監督が一生懸命編集とかエディティングとか CG を一生懸命頑張ってくれて、やっと半年後の今日、完成を今から見えるっていう、僕もすごく緊張しているので早く見たいです。はい、楽しんでください。ありがとうございます。よくどこを見てほしいですかとか、見どころはって聞かれるんですけど、金城さんもさっきそう答えてたんですけど、特に見どころは決めず、本当にいろんな見方で絶対楽しんでいただけるので、とことん楽しんでいってほしいと思っています。今日は、ありがとうございます。楽しんでいってください。ありがとうございます。監督のジブナイルを、スペクタル撮ってる時に 見させてもらって、はい、でその時にあすごいすごい CG を作る人だなと思って、でその後にこのお仕事が入った時にあこの監督なんだと思って、うん、ぜひトライしてみたい。で2年間はあんまり意味ないですね。そうなんです。単にちょうどその時にあんまりしたい仕事がなかったっていう。なるほど、はい、ということなんですけども、山崎監督、はい、山崎監督だからこそだそうですよ。はい、ありがとうございます、はい、すごい CG とか好きなんで、彼もそれでフラフラついフラフラ